はい、どうも皆さん、ケジオです。戦国恋姫オンライン応援紳士やっていきます。ということで今回はなんか連合戦とかいろいろ遠征イベントとかやってるんやけど、本編の方で、38章かなやっていきたいと思います。で、ちょっとお知らせ溜まってるっちゃ溜まってるんやけど、まあ別にそんな言うことはないかな。まあ俺自分が強いて言いたいのは、あのスキル突破可能、武将にひかりちゃんが追加されましたよっていう、はい、ことですね。まあこれだけはちょっと言っておきたい。で、優勝限定星5確定ガチャもやってます。で、あとやっぱ一番大きいのは新武将かな。EX からまた、まあ、最後かな、 EX から4人目の人が来ましたということで、宇宙の狐、よしみやったっけな、あのもがみさんやね、はい、が、来ましたということで、戦国恋姫 EX1 欧州の独眼竜編から、何やったっけこれ、ではもがみ家やったっけの棟梁もがみよしみよしみつが応援紳士に登場。新武将、宇宙の狐よしみは対象を捨て増加効果の数に応じた追加ダメージを与える攻撃タイプの武将です。あえて相手に捨て増加効果を付与することで気迫の一撃の追加ダメージ量をアップします。またバリア解除とバリア封印により相手は防御性能を下げることができます。相手のステータスが上がってたら攻撃上がるってこと？なんか難しいなあー、こういう感じか。なんか背景の波が富岳36景で見た感じの波してんななんかこんなんあったよな。はえー、バリア解除、バリア封印、攻撃上昇、クリティカル確率上昇、クリティカルダメージ上昇、敏捷上昇。これ相手のステータスが上がるってことでええの？あえて相手に捨て増加をって書いてあるから。で、この気迫の一撃、あと防御減少、非ダメージ上昇ということでね。で、まあ、よしみさんは今後恋姫ガチャ、まあ、通常ガチャにも来ますが、今はピックアップなんで、まあ、推しの人がいたらぜひということで、まああとは特に連合戦やってます。クイントレ戦も始まりました。ああ、そうで、撃退戦っていうイベントが始まるから、それに向けてスタミナ 50% 今、オフやってますとか、まあいろいろあるけど、特には、これといって大きいのはもうさっきの新武将なんで、まあいいでしょうということで、早速本編ですね、見ていきましょう。前回は、コエリョさんと会うたんよな、やっと。うん。で、コエリョさんと会うて、で、あと、はぐれてる仲間としてはひよちゃん、コロちゃん、ひよちゃん、しのちゃん、ささらさん、ひめのちゃんとまだ会えてなくて、でひよちゃんとしのちゃんは2人一緒におって、なんか鬼に襲われてるみたいな感じのところで終わったよな確か。まあだからあの後がまだ分かってなくて、でひめのちゃんは最後に出てきたよね、37章ので。もうなんかけんすけくんたちの足跡を追うだけみたいなね、町の存在も知ってたし、なんでまあ姫野ちゃんは多分勝手にですか、そのうちまあ合流できると思うけど、ササラさんがまだちょっと謎なんよな、まだ多分追ってないと思うんで、まあなんであとはササラさんがどうなっとるかで、あとはひよこちゃんとしのちゃんがどうなったかっていうのがまあ気になるところですね。ということで、しのちゃん、あれ、ケンスケ様やちいちゃんたち大丈夫かな、もしかして捕まったってことこれ。ケンスケ様ご自身はどこででも生きられるお方ですから、ああ心配はしていませんが、どちらかといえば私と費用を思って判断を鈍らせることの方が心配です。ああ、ありえるからな。せめて雫やコロが一緒なら良いのですが。まあでも一緒におるからな、その二人は。うん、そうだね、他のみんなも合流できてればいいんだけど。ちいちゃん、ケンス
手様。え、これはどうなってんの？まんまと捕まってしまったってこと？特にないの？あ、新田様、みんな。俺たちの元に駆け寄ってきたのは、ボロボロの装備に身を包んだ健介隊の隊員たちだった。よかった、みんなも無事で。他の皆さんは？生きているのはこの10人で全部です。わあ、だいぶ減ったんや。じゃあ、そうですか。何人です？5人ほど。妙な鎧の鬼に追いかけられた時に足止めを引き受けてくれて。あー、5人か。そうか、後でそいつらの名前を教えてくれ。もちろんでさ。いや、まあその5人のおかげでこの10人は生き延べられた運やからな。その5人はこの10人の人からしたら、まあ英雄というかね、もう感謝してもしきれやんよな。その鎧の鬼がどのあたりにいるかわかりますか？へえ、ここから東に行った岩場に。雫にそんな報告をしつつ、サバイバルを生き抜いた10人は後ろにいた仲間たちとも仲間たちとも無事を喜び合っていく。ハニー、分かってる。今はその5人がつないでくれたことを受け継がないとな。そうかそうか。まあ、敵討ちやな、これは。上位のナンバー鬼がいるかもしれないと警戒して挑んだ岩場にいたのはごく普通の鬼だけだった。この程度ですの？どんどんかかっていらっしゃいな。梅殿、深入りしすぎですよ。分かっていますわ。けれど怒りは穂先を曇らせます。それで不覚を取れば悲しむのは健介様ですよ。それも分かっていますけれど、今回犠牲となった5人は、うわぁ、包帯の組頭でしたの。そら梅ちゃんは、さあ梅ちゃん鉄砲隊指揮してるもんな。うわぁ、それはまあ、しょうがないといえばまああれやけど、そっか、まあ思いも強いか。自分が多分世話してきた人たちやったんやろうな。ハニーや私たちとの付き合いも長くて、あの方々の計らいでハニーと町に出かけたことも一度や二度ではありませんでしたわ。あ、梅ちゃんからしても、まあ恩人ってわけじゃないけど、まあよくしてもらった人たちだったんか。そうでしたか。いや、まあそれはちょっとしょうがない。こうなってもしょうがない。それに何よりヒヨさんやシノさんも、あのような目に遭っているかもしれないと思うと。そのヒヨちゃんとシノちゃんがなんか今捕まってるみたいな感じでいいんかな、あれは。なんかまだ大丈夫そうやったけど。梅殿、まあ何にせよちょっと、まあ急がなあかんことは急がなあかんでな。けれどここで私が不覚を取ってはあの5人にも合わせるお顔がありませんわね。泉さん、ありがとうございます。それでここでちゃんとこうやってね、言うことを聞くというか、ちゃんとね、できるっていうのが梅ちゃんのいいとこよな。いえ、あと一働き、共に決まりましょう。あー、そっか、そういう初期メンバーみたいな感じだったんか。小エリョ様、おかげで気持ちが楽になりましたわ。そりゃ辛いな。このようなことでよろしければいつでもご相談くださいね。穏やかに微笑む小エリョ夫妻に優雅に一礼して、梅は奥の部屋へと去っていく。立ち聞きは種も良い顔をしないと思いますよ。バレてる。すいません、外を歩いていたら明かりが見えたので。梅の話聞いてくれてありがとうございます。聞いたのは私ではなく天の父ですが、健介様もその様子ですと何かお悩み事があるのでは。よろしければお聞きしますが。いや、ちょっと小エリョさんの服がやばすぎてさ、話が入ってこやんっていう悩みはあるけど。俺、宝鏡忍者ないですけど。
構いませんよ。主も教えを広めるよりも、まずは悩める者に手を差し伸べることをよしとなさるでしょうから。それに奥様方に打ち明けられないこともあるのでは。あ、それはちょっと俺たちのことは、そもそも一夫多妻って天主教的にはいいんだっけ。エイリカは宗派が違うからか、合に従えって思ってるのか、そのあたりは何も言ってこないけど。でも向こうというか南蛮でも一夫多妻はあるんじゃないの。ないんかな。信長様たちの事情はルイスから聞いていますので。はいはい。血筋や家、名誉、権力の座につく者ができうる限りの全てを残そうとするのも珍しいことではありませんから。なるほど。確かにこの辺りの考えはエーリカの先輩だな。宣教先の事情を、勘案して教えを広めるスタイルっていうのもなんとなくわかる気がする。英雄、色を好むという言葉も聞きますけれど。そうやな。あ、この表情いいな。いや、もしかしたらそのあたりの理解度はエーリカ以上なのかもしれないけど、そのあたりはご想像に お任せしますけど、ひとまず俺は平気です。他に甘えるとやきもちを焼く子もいるし、甘えられる心あたりもありますので。司祭は俺の分まで他の人の力になってあげてください。さようですか。ルイスのことよろしくお願いいたしますね。その場を後にする背中にかけられた穏やかな言葉に俺は小さく礼を返すだけだ。コイル様、ケンスケ殿が出て行ったようですが何か。なんかコイルさん、うん、この人はなんか嫁にはならなさそう。なんなら俺は疑ってかかっとるからな、ちょっとやっぱこういうのはちょっと疑ってしまうのはちょっともうしょうがないよな。応援紳士の新キャラって大体鬼と関わりがあるっていうジンクスがあるから。前もあったけど、そのね、だって前とか追加された4人よって3人が鬼やったでな。ひよちゃん以外は全員鬼やったわけやで。ちょっと今回ももしかしたら説があるからないかな。でもそれにしたってあんまりにもなびかなさすぎな気がするんよな。いえ、あ、世間話をしていただけですよ。そうですか。エーリカちゃんのさ、例もあるやん、一応そのまだ明智十兵衛やった頃の、今のエーリカちゃんじゃない時の例が、だからちょっと怖さもあんのよな、このコエリョさんは。そうだルイス、うん、今少しよろしいですか。何事でしょう。ええ、あなたにだけお話ししておきたいことがあります。なんか流れ変わったな。これは聞かせてくれやん感じ。ケンスケ殿。ああ。すみません。今日は一人で調査を進めても構いませんか。これ昨日だからエイリカちゃんと二人っきりでコイルさんが話したこと関係あんのか。いつもの調査に出ようとした俺にかけられたのはエイリカの遠慮がちな言葉だった。それはいいけど一人で大丈夫。人手が必要なら梅でも雫でも連れてってくれて構わないけど。ありがとうございます。もし手が足りないようならその時はお願いしますね。何やったんやろ。行ってしまいましたわね。二人なら話しやすいかもと思ったけど逆効果だったかな。そういうことはないと思いますが、何かあったんでしょうか。なんだか思い詰めていらっしゃるようにも見えましたが。明智宗の皆様の心配をしていらっしゃるのでは。ああ、確かまだ一人も見つかっていないでしょう。そうなんや、一人も見つかってないんや。明智宗は別の船に乗ってたからナンパしてない可能性が高いって話になってただろ。ああ、そうなんや。そもそもナンパした船には乗ってないんや。それに行方不明者の捜索なら俺たちも最優先で進めてる。エーリカが同行したいなら拒む理由はないし、一人で行くよりもよっぽど安全なはずだ。
夕飯の時も寝る時も特に変わった様子はなかったし。しずく、今日の半分けどうすんの？そうですね、西の森はおおむね終わりましたから、うん、今日は東の岩場を中心に。心配ですわね、エリカさん。いや、なんかだからコイルさんに言われたことなんじゃないかな。ね、二人で話したいって言ってたこと。何やったやろ。困ったことがあったら俺たちにも話してくれるさ、きっとね。そして俺たちも自分のすべきこと、まだ合流できていない健介隊の捜索へと出発するのだった。うん、4はね、オッケーオッケー。おかえりなさい、健介様。皆さん、ちいちゃん全然出てけへんからちょっと心配してたわ。合流してるよな。うん、ただいま、ちい。町に戻ってきた俺たちに元気よく駆け寄ってきたちいだけど、戻ってきた顔ぶれを見て広がるのは困惑と諦めの表情だ。あー、そっか、まだお姉ちゃん見つかってないもんな。ごめんな、今日は東の岩場を探したんだけど、ヒヨたちは。はい、ケンスケ様も頑張ってくださってるんですから、私たちも何の成果も上げられてませんし。いや、なんかちいちゃんにもだいぶ無理させてる気するな。やっぱお姉ちゃん、やっぱお姉ちゃん、お姉ちゃん子やもんな、だいぶちいちゃんって。実のところ浦島の未調査地域もあとわずかになっていた。俺たちも人のいそうなところから捜索を始めてたわけで、残ったところっていうのは。ケンスケ様、お帰りなさい。うん、コロちゃんね。ごめん、コロ、今日もヒヨやシノア。分かってます。でもここで元気をなくしたら、それこそシノちゃんたちに怒られちゃいますから。お夕飯、今日もチーが頑張ってくれたんですよ。泥を落としたらみんなで食べましょう。いや、なんかでもやっぱだいぶなんか無理さしとんな。早く見つけたいな。どこにいるんやろあの二人。コロちゃん、なんか牢屋にいたっぽいけど。あの、ケンスケ様、よかったんですか？今日は町の調査を手伝ってくださるって。そんなことがあった次の日、俺はチーと二人で浦島のヨーロッパ風の町並みを歩いていた。よく考えたら、こっちの調査って一度も手伝ったことがなかったからさ。コロも外を回りたいって言ってたし、交代でね。そうですか。うん、賢い地位のことだから俺が気を使ってるのは気づいてるはずだ。でも町の調査状況を知りたかったのは本当だし、コロが外の調査に参加したがってたのも嘘じゃない。まあ、だからちょうどいいタイミングやったよな。うん、まだ話を聞いて回ってない、回ってないあたりってこの辺？はい。うん、いつもなら元気いっぱいのチーだけど、その表情は調査を進めても屋台で買い食いでもしようかと誘っても晴れないままだった。すみません、ケンスケ様。費用が心配なのは分かってるから気にしないで。ありがとうございます。ケンスケ様だってお姉ちゃんたちの心配をしてないわけがないのに。俺のことは気にしないでいいから。落ち込めるときは限界まで落ち込んだ方がいいときもあるよ。うつむいたままのチーの手をそっと取ると、チーは俺の胸元に倒れ込んできて。いや、そりゃそうよな。うん、やっぱ泣きたいときは泣いた方がいいからな。お姉ちゃんやシノさんや他の皆さんが見つかったら、また元気になれると思いますから。それでいいよ、無理しないで。お姉ちゃん、いや、はよ見つけたいな、これは。いや、これははよ見つけなあかんわ。いや、つらい。見ててだいぶつらい。で、やっぱ心配やしな、やっぱ
まあそう簡単にやられるってことはないと思うけど、まあやっぱねちいこちゃんとかね、やっぱコロちゃんも心配してるから、まあ他のみんなも やと思うけど、ちょっと早めに見つけたいですね。あとでももう探せるとこは限られてるって言ってたけど、まあなんか捕らえられてるっぽかったからな、どうなんやろ。まあすぐ見つかるといいんですけどね。でやっぱな、あのコエロさんがまだやっぱちょっとまあどんな人かわからんからちょっと疑ってしまうっていうのはまあしょうがないんやけど、でエリカちゃんに一体何をまあ言うたのかっていうのも気になるし、まあそのあたりはまあ多分やってったら分かってくれんと思うんやけど、ということで今回は38章前半ということでここまでですね。まあ次回はそうやな、どうやろう、日にち的にあれやったっけ、あの新しいやつが来るっけ、劇対戦やったっけ、なんかそうやな、14に劇対戦、あとそっか、ストーリーイベントも来るし物語も来るんか、あーじゃあちょっとやっときたいな早めに、ちょっと14までにあげたいっすね、続きも。まあということで、まあ上げれたらあげたいと思います。ということで今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。